はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今日の投資ですね、 FX、試験投資、投資金は108万9208円、108万9208円投資しました。今日ですね、火曜日ここで投資したんですけれどね、どうでしょうか、セールね、このインジケーター、このねシグナルから外れて、またRSI の支持点が出てますね、このピークを迎えて、それでここ安定してきたから落ちるんじゃないかという、ここまでは落ちるんじゃないかということでね、1万ドルでね、少し落っこってですね、良かったですね。で、まあ、マイナス225円、ね、最低レンジはマイナス304円ですね。今落ちたばっかりですかね。一応損切りが3万円、利得は6000円ね。またはここのスプレッドリミットとストップで、リミットとストップでやってます。これだとね、こんぐらい落ちるんじゃないかなという考えですね。ここら辺ぐらいまでね、これこんな風に落ちるからね、ということなんだけど、もうちょっと下げた方が、ここまで持ってきた方がいいのかもしれないですね。ちょっと考え的にね、ここね、このギリギリちょんで、この線がね、ちょうど来るところとかいいんじゃないかなと。で、こことここの差ぐらいね。さあ、どっち行くかというぐらいですかね。損するか、同じぐらいにね、見るんでしょうか。ね。一応目安的にね、様子かかってね、どうしますけど。ね、他にも見てるんですけど、このようにインジケーター分析中です。他もあるかなっていうのもちょっとこう見てみましょうかね。これは、ここで出てるのね。どうだろう。あ、ここだから、ここで出てるからちょっと違うね。ここは即時いいところだったね、このシグナルはね。どんどん上がってるもんね。こういうのはいいですね、本当に。ちょっとこれ戻して。ね、これもちょっと、これは今のとか見てですか？これちょっとこう見とくね。細かくしてみようね、これね。ね、こんな感じですね。今マックス310って言っちゃったね。ちょっときついところだけどね。で、これと、これとね。これは上がってる時だけど、この辺で見ないとね。これもいいとこのシグナルだったですね、こうね。ねえ、ちゃんと上がってるね。これもいいシグナルだね。この辺で撮ってくれ。これは外れてきついとこですね。上、上がってる時だからね。こうガチャガチャいってないから、ダメなんですね。これガチャガチャいってるんで、これは取引するかもしれないけど、上上昇になっちゃってるからね、こう。この辺でガチャガチャ見るのかな。で、ここで上がったなって見て投資して、ここら辺に下がるんだな。という感じになりますね。まあ、今回投資したのはこちらと。108万908円投資しました。資金ね。この変化で利益を取ります。108万のね。
投資資金からどの程度増えるか、ね、減るか、これはそうですね、そういうふうな今日の販売の先生の今349円ですね。まあちょっとどうでしょうかという感じですね。